栃木の名店を訪れて美食をめぐる土地めし。真岡市の閑静な住宅街の中にある隠れ家風のお店、カフェオリーブ。地元の人が多く訪れるという店内は明るくて開放的な雰囲気。カントリー調の棚には手作りバッグや益子焼きがたくさん飾られていて、まるでギャラリーのようです。一人でやってるとお待たせしてしまうことが多いので、待ってる間にちょっと見てねくださいって癒されてくれたら本望です。はい。あ、でもハンバーグも美味しいんですけど、ガレットが。クレープのようなフランスの郷土料理ガレット作ってもらいました。地元真岡産の粗挽きのそば粉、この香ばしいそば粉が美味しさの秘密です。クレープをフライパンに焼き、頃合いになったところでベーコン、しめじ、卵などの具材を入れ、しっかりと蒸し焼きにします。中身を包み込むようにクレープを三つ折りにすれば、カフェオリーブの人気メニュー、ガレットプレート、そば粉のクレープです。ガレットのそば粉結構難しいんですけど、偶然の出会いでいいそば粉だったんで、そのまま使わせていただきます。真岡市の隠れ家風なカフェの土地飯、一度食べたらまた食べたくなる美味しさです。